ニコニコハローゆでーす。はい、今日はマイルチャンピオンシップ G1 のレースが開催された日なんですけども、皆さん結果はいかがでしたか？ゆうは馬券を購入してきたので、今からどの馬にかけたのかお見せしたいと思います。で、皆さんと一緒にレース結果を見ていきたいと思うので、気になる方は最後までご覧ください。はい、では、その前に HH の新作を出しているので、それのご紹介からしたいと思うんですけど、昨日撮ったばかりの振り下ろし072を、出したんですけども、これは2週間ぐらいおなきんをしてて、で発散しようと思って撮った動画なんですよ。そしたら3回も、行っちゃって、でしかも最後我慢できず潮吹きお漏らしまでしちゃうっていう動画になってます。はい、続きが気になる方はぜひ本編で見てみてください。あとは、ゆうとなのちゃんと、視聴者 T さんとの、3PSEX の映像です。これは前編後編に分かれてるんですけど、後編が、この間出したばかりの動画なんですけど、 T さんがムラムラが止まらなくて、で、最後3連発も U のあそこの中に出すシーンの、動画になってます。前編後編ともにすごく激しい内容になってるので、こちらもまだ見てない方はぜひ今夜のおかずに見てみてください。本編は下の概要欄に Twitter のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックして見てみてください。はい、それではマイルチャンピオンシップにかけた馬券をお見せしたいと思います。まずはちょっと試しに三連複フォーメーション買ってみたんですよ、100円で。はい、4番シュネルマイスターを軸に5、6、7、9、10、15をこう対抗に書きます。はい、いいですか。で、同じようにこちら2000円ずつ買いました。合計3万円。いいですか。であとはこちら、シャキーン、4番シュネルマイスター20万円副賞にかけました。緊張する。はい、それでは今からレース結果を見ていきたいと思います。どうぞ。危ない、すごいね。1番スタートしました。スタートしました。揃ったスタートを切っています。まずは2番ウィンカーグリアンゴーダッシュ、並んでいく8番ロータスランド、9番ビースオブウェイト3頭先団、4番手6番ソダシ、外からかわしていく12番ホーアマゾン、4番手に浮上、そしてインコース1番マテンドオーリアンが4コーナー中盤、中盤あたりですね。4番アルコニアです。リードは1馬身半、残り8コーナー。黒だよね、黒帽子ね。てこれから4コーナーを回って直線に向いています。先頭17番のファルコニア、今直線に向いて、これで4番黒星、うわー開かないよ、開かない、開かない、開かない、8番ロータスランド、あーちょっと何もたもたしてる。さあ外足は現在ゴルフマウントに線伸びやろうか。その後方からは17番ソーダッシュ、さらにはフォローアマゾンが伸びてくる。抜けた、バグンの中からはジャスティンダー、最後からはマテンドオーリアンです。先頭ロータスランド、やばいやばい、仲間が来た、ちょっと待って頑張って、いけ、よしよし、あー届かないか、待って、もう2着は3番ダノンザキッドが上がったか。いやーマジかー、結構自信あったんだけどな。直線でもたもたしてたよね、シュネルマイスター。何やっちゃってんの。さっき見たけど5着だったよ。はい、うわー撃沈だ、これは最悪、もう言うことないです。はい、ということで連勝ストップ、今回でストップか、悔しい。よし、来週ジャパンカップがあるので、それに向けてまた頑張りたいと思います。はい、じゃあ終わります。バイバーイ。